レディオアンコール私スペシャル。レディオアンコール私スペシャルをお届けします。最後までお楽しみください。改めまして、 YouTube で歌ってみた動画やオリジナル曲を投稿して活動しています、私です。先ほどアンコールの取材を終えたばかりなのですが、もういろいろたくさん喋らせていただきました。台本には取材を受けて話し足りないことは何ですかと書いてあるんですけど、結構個人的に自由にいっぱい喋ってしまったのでありません。インタビュー記事をぜひ皆さん読んでください。それではここからアンコールの編集部からの質問に答えていきたいと思います。1つ目、最近買ったものの中でこれは買ってよかったなというものはありますか、とのことなんですけど、私ちゃんはですね、お片付けがもうすごい、お恥ずかしい話なんですけど、すごい苦手なんですよ。だからモチベーションを上げるために可愛い雑貨を買おうと思って、可愛い枕とかカーペットとか、あとベッドシーツとかも一式変えて、半ば模様替えみたいなことをしました。そしたらですね、もうみるみるやる気が出て、お部屋がもう目も当てられないぐらいちょっと散らかってたんですけど、めちゃくちゃ綺麗になって今快適な生活を送っているので、可愛い雑貨、何買ったかな、可愛いハートのクッションとか、緑と青の間の超可愛い電気ケトルとか、あと可愛いマグカップとか買ったんですけど、それはすごい買ってよかったなと思ってます。2つ目の質問、ハマったら抜け出せないことは、ということなんですけど、私はですね、1回ハマってしまうと1ヶ月ぐらい、1、2ヶ月ぐらい抜け出せないことが多いんですけど、例えば食べ物だったら、先月はちょっとなんか心配されちゃうかもしれないんですけど、もう本当に美味しくて、すき家とマックしか食べてなかったですね、毎日。あとは、そう、ゲームもすごい好きで、マインクラフトっていうゲームがめちゃくちゃ好きなんですけど、幼馴染の友達も一緒にハマってて、私とかは寝る時間がとっても遅いというか、逆に早いんですけど、朝まで一緒にマインクラフトやったりとか、マイクラハマる前はスプラトゥーンに一緒にハマってゲームしたりとか、そんな生活をしてます。多分それが 1,2 ヶ月ぐらい続きますね、一回ハマったら。あとなんだろう、ハマったもの、あと音楽とかも結構一回ハマったらずっとそれを聴き続けるタイプなんですけど、ちょっと前まではもちうつねさんのお薬飲んで寝ようっていう曲があるんですけど、ちょっとゲームっぽい音だったりとかして、独特なサウンドなんですよ。それが面白くて、多分1ヶ月ぐらい毎日ずっと同じ曲を、まあさすがにたまに別の曲聴いたりとかしてたんですけど、ずっと聴いてました。そんな感じです。ということで、アンコール編集部からの質問に答えました。短いんですけど、そろそろお別れの時間です。ここで改めてお知らせです。6月の16日に新曲イビリスを配信リリースしました。 MBS ドラマシャワー4月の東京はのオープニング主題歌となっています。ぜひたくさん聴いてください。それ以外にも、私は普段インターネット、 YouTube や Twitter で活動しているので、ぜひ今日気になってくださった方は、さすがに私だけでは検索しにくいと思うので、私スペース歌ってみたとか、私スペースオリジナル曲とかで、もちろん私スペースイビリスとかでも検索したら出ると思うので、ぜひ調べてみてください。そしてアンコールのウェブサイトには私のインタビュー記事も公開されていますので、ぜひご覧ください。それではまたお会いしましょう。お相手は私でした。バイバーイ。